どうも皆さん、カメラです。今回なんですけれども、ミシック迷彩ランキングですね。4ヶ月ぐらい前に需要ランキングっていうのをやったと思うんですよね、ミシック迷彩で。で、今回はそのパート2ということで、まあこの前ですね、AK117のミシック迷彩だったり、あと FFAR のミシック迷彩が登場したし、あと環境も多少変わっているんで、ミシック迷彩の需要ランキングも、まあ少し変動があると。そこで今回はミシック迷彩を14個中14個所持して、まあ達成している私がミシック迷彩ランキングトップ14やっていこうかなと思ってます。一応採用基準としては、今の環境でその武器が強いかどうか、あとアイアンサイトが見やすいかどうか、次再販が来た時にこいつを買うべきかどうかなども紹介していこうかなと思ってます。早速やっていきましょう。よければ高評価だけでもよろしくお願いします。それでは最下位から発表していきましょう。第17位なんですが、ピースキーパーマーク2です。ほとんどのミシック迷彩って 3D サイトだったりってな感じに圧倒的に見やすいね、通常サイトよりとかっていうメリットがあるんですけど、こいつのピースキーパーはどうですか？ただのサイトなんですよね。まあ、3D サイトでもなければ。なんで、スパインラトルっていうね、ピースキーパーマーク2の骨の迷彩があるんですけれども、そいつの方が圧倒的に見やすいです。なんでね、まあ、このミシック迷彩に関しては、こいつを買うより他のね、まあ、ピースキーパーのレジェンド迷彩だったりとかっていうのを使えばいいんじゃないかなと。てな感じですね。まあ、昔にね、ピースキーパーが流行ったことがあるんですけれども、その時にミシック迷彩を使ってる人はほとんどいなかった気がする。皆様はこんな感じです。参考にしてみてください。それでは続いて第16位なんですけれども、レイテック AMR です。まずね、そもそもスナイパーのアイアンサイトってそこまでミシックもね、まあ変わんないんですよ。まあ DL のミシックとかっていうのは、まあちょっと見やすいかもしれないんですけど、レイテック AMR のこのサイトどうですか？普通のサイトと変わんないんですよね。確かにかっこよさっていうのはあるんですけれども、でもそれでも、まあ一番大事なのはサイトの視認性なんで、そこら辺のことを考えると、まあそこまで、まあ重要性は低いかなって感じ。あと最後に、こいつはね、まあかなり扱いが難しいという風な感じでですね、爆薬マガジンなどをつけてですね、ワンパーするっていう戦術が強いんですけど、それでもやはりこの ADS 速度ですね、エイム速度がかなり遅くて、スナイパーライフルの中でも。なので、使いにくさとかっていう点もありますので、まあ、ライト層にもおすすめできないし、猛者で使ってる人もあまりいないと。一応、カスマはこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて、第15位なんですけれども、AS バルですね。なんかこの 3D サイトもね、わかりますかね、100均の下敷きで買ったような、まあ、3D サイトとなっていまして、もうちょっと透明度を上げてほしいですよね。ちょっとなんか濁ってる感じが否めない。で、まあ一応、そしてエースバルに関しては、他にもレッドアクションだったり、まあエピック迷彩ではありますが、まあ見やすいサイトだったりっていうのがありますんで、このミシック迷彩とそのレッドアクションとか、他のレジェンド迷彩とかを比べると、まあミシック迷彩いらないよねって感じ。まあもともとエースバルってね、通常のサイトも見やすいんで、まあちょっと優先度、需要は低いかなって感じですね。まあただ使ってて楽しいんで、まあ持っててね、まあ損はないんじゃないかなと思ってます。お客様はこんな感じ、参考にしてみてください。CBR4 ですね。What?みたいな感じの方もいると思うんですけど、当然こいつのね、この CBR4 っていう武器自体は強いんですけど、ですが、このアメーバ迷彩ですね、このミシック迷彩が強いかっていうと、ちょっと微妙なところであるんですよね。というのも、ラピス迷彩だったり、あとデンジャークロスっていうね、3D サイトとかっていうのがありますんで、こいつが再販されても優先度は低いかなって感じの迷彩。個人的にこのアメーバがモチーフになってるっていうのは好きです。一応カスマはこんな感じで参考にしてみてください。それでは続いては EM2 です。サイトに関してはトップクラスに見やすいっていうか、EM2 っていう武器を使うんであれば、このミシック迷彩は必須になってくるんじゃないかなと思ってます。というのもですね、通常のね、EM2 のサイトっていうのがゴミすぎるんで、まあミシック迷彩、競技シーンとかで使うんだったら、まあ必須になってくる、迷彩ってな感じですね。というのも、ミシック迷彩以外にこいつ特殊サイトがないんで、まあこれ一択かなって感じになってきます。しかも、さっきのアスバルト同様に、サイト部分がね、濁ってるっていうのはあるんですけれども、この丸いやつわかりますかね？このね、3D サイトの中にも、ちょっと丸いね、しかもこの真ん中の点、赤点が、まあ大きかったり、かなり強調されていますんで、センタリングをしやすいっていうか、敵を正面に捉えやすいアイアンサイトになってるんじゃないかなと思ってます。一応、カスタマーはこんな感じ、参考にしてみてください。
それでは続いて12位なんですけれども、スイッチブレードですね。この武器自体の強さは派遣武器と言ってもいいレベルに強いんですけど、でもミシック迷彩がゴミすぎると。最近ね、サイレント修正が来ましたが、まあ多少は見やすくなったよ、多少は見やすくなったんですけど、でも他のミシック迷彩に比べるとって感じ。しかも通常のね、まあサイトがまあ使いやすすぎるっていうことで、需要はそこまで高くないかなって感じですね。で、一応こいつね、俺ミシック迷彩マックスにしたんですよ。ミシック迷彩マックスにしたんですけど、なんかこう毛虫の毛みたいなのが生えてくるんですよね。一応これ広角機動隊っていうね、アニメのコラボ迷彩ではあるんですけれども、まああんまり好きじゃないかな、このスキン自体は。まあサイトは悪くないけど、カスタマーこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて第11位なんですけれども、オーディンですね。正直こいつはまあ自分ねバトロワ勢じゃないんで、あんまりグイグイ言えないんですけど、バトロワであればかなり強いアサルトライフルっていうか、まあ派遣クラスですね。まあ確かに AK47 の方が、確かに AK47 の方がねバトロワでも強いっていう方いると思うんですけど、でもまあ人によって最強武器って違うじゃないですか、今の環境って。だから俺はおでんがねバトロワだったら最強なんじゃないかなと思ってます。まあ俺はまあオーディン一つ持ってれば多分バトロワなんとかなるかなって感じの、まあそれぐらい強武器ですね。ですがマルチでね、まああまり今オーディンは強くないんで、この順位にしました。一応カスタマーこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いてなんですけど、 DL のローカスフレームですね。あのね、このサイトはせこいよ。俺初めて、まあ、使った時やったんですけど、この 3D サイトは感動するレベルですね。てかもはやね、 COD のスナイパーのサイトじゃないっていうレベル。視認性は当然トップクラスっていうのはあるんですけれども、銃声もかっこよかったり、あとリロードのシャキーンって音もかっこよかったり、個人的にはねかなり気に入ってるスナイパーの迷彩です。一応さっき紹介したレイテック AMR のね、スナイパーの、迷彩など、サイトなどもありますが、あれはもうね、3D サイトでもないんで、論外っすね。一応カスタマーはこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いてなんですが、M13 のモーイングスターですね。一応 M13 に関しては、他のエピック迷彩なども見やすいサイト、あとレジェンド迷彩にも見やすいサイトはありますが、まあ 3D サイトとなると、もう全く当て感違う。ほぼ別武器、なんかレーザーガン使ってるって感じっすね。一応これよく最強武器ランキングとかでも言ってるんですけれども、 M13 って高レートでね、もう全弾当てないときついっていう、もうプロゲーマー並みのエイムがないとちょっとこいつの強さを活かせないかなって感じの武器となってきますんで、こいつを所持してたとしてもその人のプレイヤースキルが高くないと生きてこないね、サイト、迷彩となっています。カスマはこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いては AK117 のグリムエンド、ここできます。確かに 3D サイトっていうのは見やすいんですけど、見やすいんだけど、こいつ別に通常でもいいよねとか、Twitter とか見てると、なんかミシック迷彩そこまでサイト良くないかなみたいな。まあ買わないで良くないかなっていう、モサ勢だったり、まあ普通のこれアイアンサイト通常迷彩のやつとか、ホリデーのやつとかでも良くねって感じのコメントがあったんで、今回はこの順位にしました。しかもね、これも、まあ俺のね、亀の個人的なね、まあ考えが入ってるんですけど、ちょっとダサくないか、迷彩。このトゲトゲしいっていうかね、このぐちゃぐちゃぐちゃっていう、小学生の俺が考えためちゃめちゃかっこいい迷彩みたいな、という風なのが感じてきて、COD モバイルって30代とかね、まあ、20代とかいると思うんですけど、そこら辺の年齢層にヒットしてるんですかね、これ。一応カスマーこんな感じに参考にしてみてください。それでは続いて AK47 ですね。マルチではあまり使われない武器なんですけど、バトラーだったら親の顔より見た迷彩です。とりあえず、まあ、バトルワーだったらね、モサのほとんどは、こいつ、レディエンス迷彩持ってますね。なんか持ってなかったらね、おめえ人権ねえからみたいな、そういう雰囲気を感じてきます。まあ、バトルロワイヤルでキルログを見てたら、8割ぐらいのミシック迷彩が、彼、レディエンス迷彩なんじゃないかなと思ってます。一応カスマこんな感じで参考にしてみてください。それでは続いては、999ですね。ですが、一つ注意点がありまして、ミシック迷彩ってね、レベルが5段階あるんですよね。で、そのミシック5段階レベルがあって、1、3、5でミシック迷彩のサイトのね、形態が変わるっていう、そういうミシック迷彩があるんですけど、それがこの999なんですよね。で、今自分がやってるのは、一番上の段階ですね。3段階の一番上の、まあこのサイトを使ってるんですけど、1段階だけしか解放できないのであれば、俺は使わない、まあ再販が来てもね、買わない方がいいんじゃないかなと思ってます。要は、ミシックレベルをマックスにするんだったら、できるんだったら、強いよ、勝った方がいいよ。でも、副迷彩をレベル1までしか解放できないんだったら、1段階までしか解放できないんだったら、俺は買わない方がいいんじゃないかなと思ってます。
以上、カスマこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて第5位なんですけど、 FFAR ですね。一応こいつもミシックレベルを上げればサイトが変わるっていう、そういうスキンで、今自分が使ってる FFAR のミシックレベルはマックスなんですよね。一応このサイト誰でもなれるっていうわけではないんですけど、ミシックレベルを上げなくても見やすいんで、今回はこの第5位にしました。しかも武器自体がね、その FFAR っていう武器自体が強いっていうのがありますんで、勝っても後悔しないミシック迷彩なんじゃないかなと思ってます。皆さんはこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて、クリトリス、あ、間違えた、クリグっすね。クリグ6に関してはね、ミシック迷彩と通常迷彩は、分霊の差っすね。というのもですね、このクリグ6っていう武器ね、通常サイトのアイアンサイトが、クソゴミカスほど見やすいんですよね。ワンチャン目をつぶった方が、敵に弾を当てれるんじゃないか、っていうレベルの視認性で、このアイスブレイクっていうミシック迷彩を買えば、もうほぼ違う武器っすね。別の武器です。なんで、クリグ6を本当にガチで極めたいとか、あと競技シーンでクリグ6を使っていきたいって方は、おすすめの迷彩、カスマこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて第3位なんですけど、ヒーローですね。正直言ってね、アサルトライフル。アサルトライフルのミシック迷彩って、通常とミシック迷彩で運霊の差っていう武器ばっかりなんですよ。さっきのクリグ6もそうなんですけど、今回この第3位のキロに関しても、ミシック迷彩と通常迷彩だったら運霊の差、全く違う別武器ってレベルのこのアイアンサイト、視認性、使いやすさです。さらに、現環境ね、アサルトライフルの強さとしては、海外勢では、まあ、トップクラスに使われていると。まあ、日本ではね、その LK24 とかっていうのが使われてるっていうのがあるんですけれども、まあ、海外じゃかなり使われている武器なんで、まあ、強さも本物と、性能も本物と。一応、カスマこんな感じ、参考にしてみてください。それでは続いて第2位なんですが、ホルガーですね。まあ、さっきのね、キロと一緒なんですけど、こいつも通常迷彩と、あとミシック迷彩では、全く違う武器となる武器です。で、強さもかなりね、まあ、強いっていうか、まあ、残念ながら現環境、競技シーンではあまり使われてないんですけど、多分自分の動画を見てるほとんどの、まあ、99% の人が、まあ、普通にランクマッチとかをやってる、だけの人だと思うんですよね。なんで、ランクマッチだけであったら、ホルガーってまだまだ強いし、このミシック迷彩もまだまだね、現役なんじゃないかなと、持ってるだけで、まあ、強いっていうか、なんか持ってるだけで、うわ、こいつ強えわってなる迷彩ですね。ホルガーのこの、ダークフロンティアに関しては。カスマはこんな感じです。参考にしてみてください。そして第1位なんですけど、フェネックのアセンディットですね。まあ一応ね、この前の最強武器ランキングでも1位にした武器なわけなんですけれども、まあサイトをつければね、この 3D サイトを、所持すればかなり強くなる迷彩なんじゃないかなと思っています。一応ね、モサとか競技神勢も、フェネックのアセンディット欲しいみたいな、喉から手が出るほどね、欲しがってる競技神勢だったりっていうのもいますし、やはりね、自分がね、もしミシック迷彩を何も持ってなくて、おい仮面17つあるミシック迷彩の中で、1つだけタダでミシック迷彩をあげよう。じゃあどれを選ぶか。って言ったら、俺はミシック迷彩のこのフェネックを選びます。まあ、通常のスキンとミシック迷彩の、このフェネックっていう武器は全く違う武器なんで、持ってる方は相当ラッキーですね。一応カスマこんな感じ、参考にしてみてください。やはりね、ドットサイトつけなくていいっていうのは、かなり強い。背中にどうだったでしょうか。これからもですね、こういったようなランキングだったり、武器紹介動画、豆知識動画上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。